モンスターハンターエクスプロさあ始まりました、はいはい、モンハンエクスプローの動画ですね、はい、いや本当男しかいないですね、うん、あれそう いつも大阪から電話でねオンラインでご出演されてるのに前回もなんかもう前々回もなんか俺が話した瞬間に誰かしらが電話切り上がる最後聞けよ俺の話を切られちゃうからここに来たとそうそうそれはいいんですけど、はいはい、ちょっとあれ川西優子さんいないよ俺なんかいるって聞いたからむしろ来たまであるちょっと川西優子さんもあの卒業しましたいや早っおかしいおかしいというわけで今回はですね、はい、バージョン 6.3 アップデートから配信開始となった氷属性の最新星5モンスターガムートに挑戦していきたいと思います、はい、ガムート、はいこちらですねハンターズサイトの方で、ちょっと情報を見ていきましょうか、はい、8月1日火曜から主力解禁と、はいモンスターハンタークロスの4大モンスターのうちの一つですね、うんはい、そうですねガムートでついに 4体、はい、揃うというところの、アンカーになるモンスターですね、はい、2個特徴が、まあ、あって、はいまあ、要はその鼻を使ってその、はい、一気にガーッてハンターを吸い寄せるような行動を取るっていうところと、はいまあ、もう一個はその雪玉を上に投げて、はい、そのすごい雪玉降ってくるんですよ、はい、ってそれを避けながら討伐する、まあ、あとは何よりねめちゃくちゃでかいこれ雪玉当たったらもちろん雪だるまになるとか、ね、おそうなんです、はい、その通りですね、はい、おやっぱり、はい、だからこそあのスキルでね雪だるま体制とかを、まあ、搭載していくと、はいはいはい、すごいあの安定して使用できるようになる、はい、基本ですよ、うん、雪だるま体制100はまあ、ここはもうキャンペーンとしてはもう、過ぎてしまっているので、まあ、どちらかというとこの動画ではあの次のギルド討伐のタイミングでガムートに結構挑むタイミングっていうのが来るかなと思いますので、まあ、そこに向けての参考だったりっていうのになればいいなと思っております。はいはい、今回ですね、このガムートクエストに挑戦していただくメンバーは、はい、見たらわかるじゃないですか、あなた以外ですよ。言ってよやるならということで、はい、今回は、はい、あっさり、はい、こちら4人の、はいメンバーでガムートに挑戦していきたいと思います。はい、はい、じゃあガムートに挑戦する装備をね、はいちょっと武器の方を見ていきましょうか、はい、まずはバサラ佐藤さん。はい、はいはいこれあれですね、はい、この間出たばっかの破局のランスですよ、うん、これ、ねはい、すごいですよ、1マス目で出たんですよ、これえすごい確定まで回そうかなと思ったら、1マス目でボワーンってなって、やーべー、来たと思って、まあそうですね、あの時ピックアップ3倍だったんで、結構出やすかったんですよ、ね、破局武器ってあれですよね、うん、特殊アクションあるやつですよね、そうです、そうです、そうです、百裂突きっていうね、あの能動的に自分から自ら攻撃、ダメージを与えられるようになったランスって感じですね。まだあのガジューシーに対してやっぱ6倍なんで、めちゃくちゃ強いですよ、はい、特攻がついてるとそうです、はい、強いですよ、はい、はい、そして特攻人じゃない、はい、はい、やーべー、ブギーレベルやべいや1やな、やばい、やばい、甘え、そう、最前線ボーナスガンスでいってその後使ってなかったはい、ね、ガンランスということで、もっとやばいやつおるやん。いやいや、これ星4っすわ、あえての、はい、あれなんで星4なんですか、これは。今まあもうすでに配信してて、まあ大体火力3人にまあ回復1人みたいな編成が多いんですよ。まあ回復2人でもね安定しますけど、うん、まあ1、3が多いです、ね、やっぱりあのディノバルドの笛とか、ねはい、あとはシャガルマガラの笛とか、うん、セルレギオスの笛とか、うん、あとはウラガンキン強豪個体ですね。そうですね、はい、まあ人気があるのはこうやって火力が全員の火力を上げつつ回復できるっていうのが、まあ、あの一番人気があって、うんまあ、ウラガンキンの笛みたいに回復に特化したやつももっとより安定はしてるみたいな。でそんな中で、まあ、いくつか候補あるんですけど、これは確かに見たことあんまないんですけど、そうですね、さっきね、移動中にこれいけんじゃねって2人で言って、そうなんです、はいはいはい、面白いから、面白い、これでブギーレベル上がってねえけど、はい、そうです、いや、これは俺許してくださいよ、これブギーレベル上がってないのは、はい、はい、1.75 倍なんでね、そうそうそう、はい、アグナコトルの襲来アグナコトルの笛の進化ですね、はい、レベルを回復量に関しては多少まだいけるかどうかってことですね、はい、そうですね、はい、でもう一人はい、ボングラス杉山が対決、マックスじゃねえじゃん、おいおいおい、この動画ブギレベルの話多いな、オロマのくだりなマジで、しかもオーバーフォーズってもう結構ね、そうっすよ、昔の体験といえば体験、これ今はね、強いんでね、かなりね、そうはい、はい、ということで体験、体験ランス、ガンランス、狩猟笛と、はい、なんか狩猟笛は割と自由枠っぽい感じはしますね、まあ、そうですね、うん、あとあの火力枠の3人もあのそれぞれ結構見ますね、うん、今あのすごい流行ってる、そうですね、配信直後から結構、うんうん、さあというわけでじゃあこの装備の編成とこのメンバーで、はい、ガムート濃紺に挑戦していただきたいと思います。はい、はい、それでは準備がよろしければ出発ボタンを押してください。
ケプレッシャーかけるはい、さあこちらガムートですね、氷属性星5でかいのモンスターと、まあやっぱりあの体にね張り付いて治療するのが一番やりやすいんで、おすすめやっぱ後ろ足ロックですね、はい、それで張り付いてしまって、まあ体型だったらもちろんため切り感が当てていく、右足か左足かはまあそれぞれ好きな方で、はい、そうですね、ただ部位破壊をしないと、まあ、今雪剥がれてるんですけど、あ、これですね、はい、こういうような行動をして、なんか、はい、雪まとうんですよ、うん、雪まとってる時は、はい、V にダメージが入らないんで、まず雪を剥がす、あとそのこの雪をパージしながら、要は外しながら出してくる攻撃が非常に強力なんで、はあ、今外れてます、あ、まだ外れてます、前足は外れましたね、はい、後ろ足なので、まあ、ガンガン攻撃しながら雪を外して V 破壊を狙っていくと、ちなみにこれって足の V 破壊をすると、体勢崩れますよね、あ、そうですね、その時チャンスなんで、チャンスですね、100列の時とかこのタイミングで、そうですね、はい、やっぱでもさすがに星4なんで、今ようやく戦慄吹きましたけど、回復量はなかなか結構あれなんで危ない、そうそう、なかなかの、あ、これ一応これじゃゲーム画面はバサラ佐藤の、はい、はい、これ吸引してますね、鼻の方に、まあ近くにと雪ブラシって高速性あるって言われてたんですけど、はい、全くわからないです実はですね、まあ、雪ブラシ、まあ、ちょっとギミック言ってしまうと、まあ、怒ったよマムー、マムーと怒ったよ、大事なこと言っていい加減にしてくださいよマックのブランド言っちゃったので、あの雪ブラシ、自分のいるところに降ってくるのと、うん、あと自分の移動先を、まあ、予測して降らしてくるんですよ、はい、なので、まっすぐ進んでると結構当たっちゃいやすい、そんな利口じゃないですかいや、ボンクラさんだったら気づくと思ったんだけどいや、無理でしょまあ、そうなんです、後ろ足今剥がれてますね、はい、あ、これ剥がれ、あと壊れましたね、左足 V 破壊してます、はい、杉山の、ね、あれ、なんか体力風の灯火みたいな、あ、ほんとだ、回復ちゃんとしてよ、いや、俺ずっと戦術維持してますけどこれ以上限界っすよ、むしろボンクラさんが食らいすぎてって、ね、やばいよやばいな、割とこれやばいね、やばいね、いや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 、これ討伐できるでしょ、頑張れば、まあ、あと2本、そうですね、あと2本半分残ってます、半分残ってますもう終わってる時間で、ね、VR 化しました、素晴らしいじゃあその火力3人編成だと割と早く終わる、そうなんですよね、あと1本だ、おー、あと1本いけそうじゃないですか、なんかむしろ今あれいけますね、いけますね、あ、今の特殊アクションですね、はい、そうです、1本だけどね、はい、バカッと何かな、危ない、おー、この大ガードみたいなやつが、プロデューサー、ね、プロデューサー危ないですね、あ、これ雪玉来ましたね、これ見えねえ足元見えねえ、ただね、ガムートの腹下に入ってしまうとガムートの体に当たって雪玉が食らわないっていうのもあるので、あ、すげえ、これやばいやばい、濃紺ですよ、なんだろう、なんだろう、一本じっくり、やばいやばいやばい、あと維持してるもう食べて食べて、もういけるいけるいける、いや、もう俺って言ったじゃん、いた、え、これまだ行きなの、まだ3人で行けばみたいな、早く早く、あと14秒、あれ、あ、岡野さん終わった、終わった、セーフでしょ濃厚だから言ってるんだちょっとねあ、いけたなー、オッケーオッケー、クリアできた、いやギリクリアできた、俺生き残ってたし、ちょっとなんか危ないとこだった、関野さんもね、うん、いや、セーフでしょ、でしゃばりなディレクターがなんかもうダメダメこれダメって出てきた、外から中聞こえました、ということで、まあ、そうですね、もう一回濃厚に、今回はもうちゃんときちんと4人残った状態でガムート、いや余裕ですよ、僕は回復なんで、ちょっと装備変えたんですけど、変えましたね、回復ちょっと変わりましたね、オーバーホースにしました、ほらねえねえ、あ、武器レベル、ほら当然しょ、ほらボングラさん、これ武器レベルマックス、公認ハンターなんだから、え、ボングラさん公認ハンターなんだから、え、で、ボムクラは、まあ、あら、これの麦上げ無理なの、あれだな、これの麦上げ無理でしょ、これセルメギアスの資料部屋でなんとこれ戦慄でダメージが 1.5 倍って珍しいもので、回復が300って結構そこそこあって、うん、でも本当は武器レベルがマックスだともっといい、これまあでも16人なんで上げられないんですけど54まで下げられます、なるほどね、で、まあ、一番の売りが、はい、笛鳴らしって言って最初から
ゲージが半分溜まってて、うんはいはい、さらに維持もしやすいんで、これ、はい、戦闘開始してから、はい、戦術が切れるのことなく最後まで戦い続ける、うん、なるほど、ね、これは変更した理由っていうのは、うん、回復力だね。まあそうですね、うん、あ、なるほど、うん、ボンクラ杉山あれだけ行って最初に力尽きちゃったからさ岡野さんがさっきの星4の、うんはい、狩猟日だとちょっときつかったから、うん、ボンクラの星5のやつに切り替えて、ねうんはい、オーバーボスを交換したみたいな、はい、っていう形ですね、はい、じゃあこれならいけると、はいはい、言ってくださいよ、はい、僕のいざ行かんもね結構高いんですからね1回でそうそう、いざ行かーんかっこよく聞いたね行きましょう。いいさあガムート、まあ、同じように後ろ足ロックですよね、はいはい、まあ、ひたすら攻撃していくって感じですね。まずはまあ雪を剥がしつつ、前足がなんかで剥がされてたんですね。そうですね、あの剥がし攻撃みたいなのがあるんですよ。あの雪を剥がしながら攻撃してくるっていうのがあるので、あの雪があるときは結構ガムートは強力なんで、まあ、まずやっぱりね、なんていうの、雪を剥がすってことがあった、はい、右だよ、右後ろ足だよ、みんな早速戦術つきました。おいいよ、22万僕ら本当それしかできないんだから、本当あれですね、あのバサラさんが破局のランスなんで、あの強ガード成功させてくれたんで、あの武器が全員ちょっとずつ溜まってますね。これ実はね1ずつなんですけど、さっきの青い1ってみんな出ましたもんね。これ結構大きいんですよ、定期的に1ずつ回復するんで、しかも武器が使う中でも回復するんで、そうなんですね、すごいでかい、これ実は地味に非常に大きい。あ、でもいい感じですね。おー、そう、速攻、ここでね、決まった誤って違う足を壊しちゃうとかすると結構手こずるんで、そうですね、後ろ足はちゃんと、あれ、もう左足もあ、これだぞ、え、いいんじゃないですか、これ当たったんで、ちょっと今まあ、大丈夫です、当てたよ、まあ早いっちゃう、早いっちゃう、ダウン中に壊しちゃうとダウン取れないんで、ダメなんですよ。破壊するタイミングによってはそのひるんでくれないってことなんですよね。あ、そういう、たまにね、武器使っちゃっててね、切れそうだったね。もうもったいないじゃん、まあ、分かっちゃうけど、ダメージ量でいっちゃおうかなと思って、あごめんね。そういうのはありますよ、あります、うんうん、いい感じです。さあ、もう残り2本、そうです、いいんじゃないですか、これそうです、今怒ってるんで、これじゃあ後ろ足を破壊した後はどっち、うん、あの、ま、普通に前足いけば、前足破壊するの、後ろで行くのもいいし、そうですね、どっちでも前破壊するのもいい、はい、そうですけど、はい、まあ、前行った方がひるみ取れるんですか。そうですね、マイトがでも早いですね、やっぱりひるむんでくれるから、そこから結構前足を、ね、しし上げるんですよね、前足ちょこちょこ、やっぱダウンの時に100列突きはあれたいですね、武器中にもう一回いけるかなと思ったらいけなかった、バサラサとわらわらです、あの反撃を結構受けてしまうんでね、前足は、そうですね、はい、じゃあ、うん、はい、2本サクッといったんですけど、もう1本が、お、折れたんじゃないですか、そうです、おー、いったで、今ダウンしてる、そうですね、ここで一気に決める、あ、1本、お、あと1本、いい感じ。ちなみにあのガムートって結構でかいじゃないですか、はい、だからあのハンマーとかで頭狙えないと思いきや、あの牙のところもめまい取れる、そうですね、めまいが、そうなんですよ、だからあのハンマー、まあこれなかなかね、ハンマー結構難しいんですけど、ガードもできないですし、なんですけど、まあ持っていくことはできる、おお、素晴らしい、今バサラさんの破局アクションで、最初からやってください、ね、ちょっとチャレンジングすぎました、こういう時もあると、はい、そうっす、ということで無事に、はい、ノーコンチャレンジクリアということで、うん、おめでとうございます、はい、うん、今回いった装備の他にも何かおすすめの装備とかって、まあ、そうですね、今結構よく見る中ではやっぱり、ディノバルドの笛、うん、回復にディノバルドの笛、うん、まあ、あれ同じようにその回復とバフが乗るん で武器に関してやっぱり一番見るのはあのバサラさんが使ってたランスとか、はい、まあ、あの関野さんが使ってたディノバルドのガンランス、うん、まあ、よく見ますね、うん、あとあのオーバーフォース3とかいう部屋も、まあ、特攻じゃないんですけど、はい、1点は全員で試さないするみたいな、あとあの、うん、ブライダルの戦剣、ね、そうですね、うん、まあ、まあ、そうですね、ライトボーガンとか、うん、そうですね、うん、まあ、あとそんな感じ、ね、そうですね、あとはあのちょっと属性違うんですけど、回復の枠にはしゃがれながらのクエも結構見ます、ね、はい、ダメージ 30% アップっていうのはかなり、そうですね、うん、はい、まあ、ただあのしゃがれながらのクエはその技玉の関係で最大でも雪だるまがあの 75% ぐらいまでしか詰めないんですよ、その100まで詰めないですよね、うんうんうん、あの火じゃないんで、
まあ、なのでちょっと上級者向けというか3番多すぎます、ね、多いんだよこれね。そうなんですね。そうですね、はい、制約が多いですよね。ちょっと9で雷1だから、うんうんうん、ぜひ皆さん挑戦してみてください。はい、はいはい、そしてね、うん、関野さんから何かお知らせがあるそうですけど。マジですか。はい、まあ、告知といいますか、はい、この動画が、公開されておそらく翌日とかぐらいのタイミングになるかなと思うんですけれども、コラボの方を発表させていただいて、7つの滞在とのコラボが、決まっておりますけれども、まあ、10日から20日のこの期間での開催となります。ちょっとイベントとニャンケン隊が若干、時期が、ずれている部分がございますので、こちらはお知らせの方を要確認の上でと、はい、はい、ますけれども、コラボレーションの開催期間としては、総まとめで8月20日となっております。はい、まあ、この辺は、さらっといければと思いますけど、装備ですね、はい、防具に関しては、メリオダスエンザイスと、はい、はい、そう強いですね。イベント入手、はい、強い。そうそうそう、あのイベント側で入手できる装備なんですよ、ニャンケン隊ではなくて、はい、で、はい、くっそ強いですね、はい、正直。へー、はい、例えば銅とかヤケロ耐震です。耐性と、まあ耐震共鳴化がついてる。耐震なんだよ。焼ける耐性。焼ける耐性。焼ける耐性ですと耐震共鳴化がついてるとか。はい、でもメリオダスの剣折れてますよ。俺折れてなお強いんです。見てください。お願いします。いや、僕ちゃんと原作見てます。これあれ武器種としては 何になるんですか、これ。片手剣。片手剣。あ、片手剣になるんですね。はい。はい。はい、盾は何？盾持ってないですよね、現状だと。まあ設定の関係上、はい、盾は。ございません。まあでもレベル4のものはね、皆さんも配られてるんで。そうですね、そうそう、はい、触ってる、はい、そうですね、すでに一番レベルマックスでお渡ししてるかと思います。で、まあ、キャンペーンの、報酬でさらにというところでプラスだったりとかは、はい、そういった報酬も使いつつ、上げていただいて、さらに足りない部分というところはイベントの方にぜひと、はいはい、まあ、こちらが先ほどもちょっとありましたけれども、片手剣に関してはイベント入手となっておりまして、総剣の方は、ニャン剣隊での、はい、そうです、はい、超レアは。うわ、すげえこの装備。俺めちゃくちゃ強いっすね、正直。やばい。僕もね、テスト端末で触ったんですけど、はい、くっそ強い。いや、めちゃくちゃ強いっすよ、これ本当に。はい、あの手が本当にこうなるんですよ、手が。で、でっかくなるんですよ。そう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 。なので当てやすいですし、本当に強い。攻撃範囲もちょっと広め。マジンカーをね、再現させていただいて。欲しいよね、だからね、それ欲しいです。うわ、やばいこれ。ボックス入れといてほしい。こちらも、ニャンケン隊にはなりますけれども、まあ、7つの大罪の、まあ、メインキャラクターの方の3キャラクターの、はい、武器をですね、モチーフにして。そうです、先ほどの、まあ、双剣超レアクだったじゃないですか、まあ、それは超レアクなんで強いですよ、ね、うん、ただこの3つも正直かなりやっちまったぐらい強いです、ね、本当に、あの全部本当やっちまったぐらい強い、特にこの総中根。いやー、火力出る、火力出ますし、その受け武器中に受けたダメージが武器効果終了時に返ってくるんですよ、体力回復で。それがあの難しい高難易度のクエストほど非常にそういう、まあ、武器っていうのは強力になってくるので、あと、ハンマー破局なんですよね。あ、そうです、そうです、あと、はい、これ多分初の情報だと思いますけど、はい、めちゃめちゃリーチ長い。そうですね、はい、はー、うん、え、ハンマーがリーチ長い。めちゃめちゃリーチ長い。そうです、はい、非常に持った時点で結構長いみたいな感じで、うん、だからあの、ね、リーチ長いからためとか当てやすい。うん、そうですね、はい、非常に弓もなんかね、武器すげえかっけえ、ね、そうなんです、そうなんですよ、うん、当初ね、この弓すごい開発の中でもめちゃくちゃ強いんじゃねえかって言われて、まあ、うん、あの武器使った時に、まあ、弓上がるとかあるんですけど、うん、まあ、さらに無数のなんか弓ブワーってターゲットに向かって飛んでくる、再現いただいて、すごい、すごい細かいことを言うと、これのサウンド、音の部分、うんうんうん、アニメの音を耳コピしてくれたっていう、はそう、あのサウンドの担当さんがアニメ見ながら、効果音の部分を耳コピしました。へ、はい、クリエイターのこだわりですね。すごい細かいところまでこだわって作っていただいてと、あとソロのね、あの、うん、武器発動の時のね、あのカットインも、はい、あのコミック風にね、バンッと、そうですね、そうですね、はい、集中線効果が、うん、使わせてもらってるんで、そうです、そうです、うん、は非常にファンの方にはとても嬉しいんじゃないですか、ね、アニメをご覧の方ももちろん、はい、原作ファンの方ももちろんというところで、はい、7つの大罪ファンの方はもちろんですけど、まあ、武器もかなり強いものが揃ってますし、はい、防具も間違いないかなというところですので、はい、ご注目いただければと思います。僕からはね、あの、うん、僕らは本当ね、7つ以上の大罪を犯してる、はい、それだけは皆さん覚えて、7つ以上の大罪なんやねん、マジ大罪何例えばさあ、というわけでね、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは、さよなら。108回それ煩悩ですね。消えたんちゃうんかい。